ファンキュルタガタメプレゼンツ、前泉 P の絶つながれラジオ。月曜から金曜日まで待ってようやくやってまいりました、堀場会、プロデューサー前泉です。ロジステラックの堀場美希です。よろしくお願いします。さて今日もねラジオドラマかと思わせましたが、はい、今日はなんと何の誕生日でしょう。私の誕生日です。カモン。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー。このタイミングでこれはなんか誕生日だからキャスティングされただけの人みたいになってる。うわすごい。ハッピーバースデーミキということで、ロジェステラ、はい、まあまあクオリティの低いロジェステラケーキですね。すごくないですか。あとでねきっとインサートが入ると思うんでね。すごいすごいですね。すごい水着の方が良かったな俺は。あ絵がね。でなんか誕生日なんですか。そうなんです、ありがとうございます。すごいですねもうね。ということで、はい、ファンキルに参加して、そうですね去年の3月に実装と。その収録自体が2月だったんで、 あのなんかアイドル写真みたいな雑誌やったのってあれいつ。あれは1月あれ2月とか。いや3月。ああそっか、3月です。コロナ期間だった気がするね。5月あれ後だったんだ、うん、もうね1年前のことも忘れてしまうっていう年齢になったんでしょうね、うん、きっと。そういうことです ね、 ね、はい、まあ深くは聞きませんがね。じゃあ1年振り返って、はい、今年の抱負などでいいですかね。今年の抱負、はい、はい、考えてきました。はい、有言実行です。と言いますと、と言いますと、自分で決めた目標をちゃんと実行して行動して結果を出すっていうのをちゃんとやりたいなと思ってます。なるほど。もうちょっと3分間のラジオにキャッチーな感じのが欲しかったね。キャッチ、あとは、うん、面白い人間になる。あとは運転できるようになる。すごい面白い人間になるみたいなことを結構言うじゃん。さあファンキルタガタメ芸人とかもいたし、はい、生放ね、年末放送の、はい、あの後まあちょっと芸人たちと軽くソーシャルディスタンスして、はい、なんか楽屋で喋るじゃん、うん、もう大体面白くなりたいって人って何にも笑い分かってないんだよね。ね、してるんでね、面白くなるっていうことをね、あんまり言わない方がいいかもね。言わない、うん、じゃあ教えてあげるよ、どうやったら面白くなるか。はい、はい、ということで続きはウェブで。また明日。また来週。また来週。